Hey guys, this is the Karate Ninja here, and today we're going to be bringing you some more game footage of Naruto Ultimate Ninja Storm 3. This is part 7 of the walkthrough. No. This is part 8 of the walkthrough. Let's get this shit started.戦闘開始。最強の王様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。運が悪いのはどちらでしょうかね。俺のスーパーパンチでスーパーピンチ。なるほど、さすがの八番というところでしょうか。一気に決めるよ。ここでが私のバトルは終盤、バトルを制する俺の急盤。最強の人中力、あながち嘘でもないようですね。なかなかやるじゃねえか。またやろう、この野郎。お前が油断してるからだ。ちゃんと戦え。さっさと決めるぞ、比重化しろ。とっておきは最後に披露してこそヒーロー。オーライ、マンチビ出てきましたか。これは面白くなってきましたね。オーライ、サメザメと泣いたか、このサメ野郎。ウィー、手こずらせてくれたぜ、バカ野郎、この野郎。さすがは八尾、想像以上ですね。まあいいでしょう、どうせ時間切れ。あの方に気づかれてしまいました。あの方ぐ何か気になることを言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のもの。そうやって悠長にラップかませるのも今だけだぜ。どういうことだよ、ハッツァインよ。 B ゲッ、ようやく見つけたぞ、この大バカ者が。なんでここが分かった。説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でも分かるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろう。お前というやつは
一人でちょろちょろしよって、お仕置きのアイアンクローだ。ブラザーストップ、雲のトップが大人げねえ。問答無用。うおー、聞きたいよ。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら、サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな、ナルト。カカシ先輩、何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。サスケに近づけさせないように何とか手を打ってみますが。すぐに俺も行く。サイ、案内を頼む。俺も。お前はここで待ってろ。僕は。でも今のお前とサクラが顔を合わせてことが穏やかに収まるとは到底思えないよ。ヤマト。カカシ先生。おっと。悪いけど、頭が冷えるまでじっとしてもらうよ。の、キバ。ああ、サスケの匂いで間違いねえ。このまままっすぐ行けばぶつかるぜ。いよいよ。行きましょう。おっせ。およ。ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ。サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。え？今手にしているそれを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。サクラは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体。最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつ
やっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。サイ、あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始、今だ。 あんたと私を止めることはできない。これは僕も本気で行かないとまずいな。俺と赤丸がいるこんな奴に負けることはねえぜ。友人を僕を倒せない。えっ、どうしても私の邪魔をするっていうのね。赤井先生が来るまでなんとか止めていいっすか。ありがとう、リーさん。さすがに、3人見てじゃきついな。このまま勝負を決めさせてもらう。今は、ロハッタリーで一回じ今だ。またな、また呼んでください。またな。勝負あり。サイは抑えることができた。あとは俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケ君は私一人でやる。まさかキバやリーさんことカカシ先生。すみません。久しぶりだな、団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだるか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後、存分にできる。なるほど。まだる。奴の能力は未知だ。用心しろ。名はウチハ・サスケ。サクラ、痛えよ。
サクラ、誰だ、お前をそんなにした奴は。Well, guys, this concludes the video for now. Comment, rate, and subscribe and tell me what you think about it. Alright, peace out.